ダメです。太田も絡んでるしね、太田がやらせてる。そうして、義兄弟である私の首を絞めたんですよ。ね。そういう形の人間だから私は許せないです。あなたが辞めるしたって私がこれは太田をとかこれね、とことんやりますからね。だけども、あなたに迷惑かけちゃいけないから、藤代先生にも言ったし、藤代先生も迷惑かけない。ね。あなたにもかけられない。そうしたらどうしたらいいかということで彼が、ね、お父さんが警察庁も握ってるし、それであなたも藤代先生も全然関わりなくこれを、ね、うまく処理しようということで私に相談があったから、じゃあ、ね、私の名を使って、ね、会うという日にちを決めなさいと言って今日だ、それで藤代先生にもこういうわけですと言ったら、うん、あなたからも連絡があったと、よろしく。で、万が一警察が踏み込んでもテレビ局があると、こう彼らメディアで持ってるんですよ、制圧する力を。いや、あのね、はい、僕もその辺はよく分かってるんですよ。あの産経新聞のね、前の編集総務は僕の友達なんですよ、日立さんだよね、はい、まあ、あのそれで政治経済の、まあ、部門の政治部長で安倍晋三かなの本も書いた人で、まああの、なんていうかね、いや僕なんだよね、もう前もやっぱりね、警察に踏み込まれたことあんのよ。それはヤクザがね、うちが買ったビルじゃないけど、建物をね、占拠しちゃったんだ。で、岡の町でね、その時にね、東京の住吉会っていうね、マルジュースっていう看板をでかくね、出してね、あの岡野町の交差点のすぐ脇のところへね、はいはいはい、出しましたね。そしたらね、あの横浜流のヤクザがね、東京からね、住吉会が越境してきたと、いきなり、はい、彼らにしてみればそうじゃなかったからね、その立ち退いたのが学習塾でね、それは僕はあの追っ払いじゃなくてね、立ち退き料を5000万払いますよって言って、やってたら5000万払ったらスッと消えちゃったわけですよ。ところが黙ってもうそのまま消えちゃったもんだから、ヤクザから金借りてたんだね。それでそいつらが占拠してね、あの自分たちも取ろうとしたんだね。だけど俺はもう払っちゃった後だから占拠したら困るわけ。ところがね、もう夏、今頃夏だったもんだからね、みんな桃を入れた連中が10人ばかり、あそこわざわざね、デモンストレーションさ、あそう。でね、土曜日の夜ね、いや皆さんご苦労さんって、この大家だけどね、あんた方もね、大変だろうから暑いのに、今夜あの色会やったりとかして、熱海連れてって、俺60万くらいかけてね、みんなにね、飲み食いを散々さしといてね、翌朝からもう、全部叩き壊しちゃった。それね、そういうこともあってね、そうしたらね、訴えられちゃったもんかね。そうしたら警察30人か40人来ましたよ。で、こっちにしてみれば別案悪いことはしてなかったんだけどね。だけどヤクザにしてみればね、なんか自分のところの若い人が要するに熱海に連れてかったっていうことはね、パクられたと思ったんだね。ああ、稲穂にね。で、パクられたと思って、はい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 、それで、なおかつ、事務所も全部叩き下ろが壊しちゃったもんだから。丸すぎない。これは今度はね、電話からコピー機からね、なんかそういうの全部盗まれたと。盗難で、警察で叩いてね、なんかあの、世田谷の方の、なんか、あの、警察から、あの警視庁のあれも全部来て40人ぐらい来ました。で、うちに来た時にね、あんた方は5人捜査してるよと、で、この責任者ちょっと出てきなさいって言ってね、責任者呼んでね、じゃあ今これ事務所呼んで、俺すぐあの時畑野明さんがね、総務大臣だった、はい、でそこにね、秘書みんな来てるからね、電話して、うん、あの警視庁でこういうこと来てるけどね、ちょっと先生のところはね、保証人になってね、俺そんな悪いことしてないから、
もう捜査やって、もし紙一枚なくなっても困るからね、ちょっと注意しちゃってあります。そんで、あれですよ、みんな1時間ぐらいしてたら全部引き上げたけどね。なるほど。もうそれがね、ヤクザが有名になっちゃったんだね。もうみんなね、集まってね、総会会だの、稲川会だの、ね、みんな集まって、ね、あんな越境されちゃったっていうのはね、それを叩き壊した男がいるっていうんでね、それがまたね、警察が来てもね、あのだから丸坊にも、あれにもね、強いところに、僕はそんなこと、自分もね、だって財産じゃないですか、守るのに必死になってやってるのに、うん、それは結果的にはそういう、誤解をされて、その誤解がね、いまだに僕はね、あのなんていうかね、あのヤクザみたいなことをやれる時あるんですよ。だけど、そうじゃない、やっぱりね、今言うようにね、うん、悪いことは悪い、ね、悪いことをね、俺は、への字をくの字で読むなんていうことは絶対しませんから。自分の性格から言ってもね、それは絶対できないし、で、なんていうの、なんとなくね、その辺がね、あのまあ確かに俺もその兄弟の中じゃ三男坊で一人飛び出て、ところが兄貴たちはみんなね、立派なあの家庭っていうか、要するにあれでね、角田家っていうのはやっぱりね、40代続いてるんですね。それで、今あの、娘がね、小田急の社長の一人息子と結婚したりね、まあ、会長のね、そんな言っててね、うん、俺がそんな悪いことしたらね、みっともない。ただ、うん、どんなに誤解されようが何しようがね、うん、これはもう世の中あることだから、うん、これはしょうがないと思うんですよ、うん、でも、自分の腹の中でね、まあ信念を持ってやるっていうことは、これはね、あの大事なことでね、今言われたようにね、悪いやつは絶対生かすなって言うけど、浜田なんて本当ね、俺、うちの弁護士に訴えたんですよ、なんとかしてくれって。そしたらね、角さんね、あんたね、領収書を余分に渡しちゃってね、で、平成会はもう金全部払ってるんですよ。で、1億も抜かれちゃって、そのね、あれは、俺が領収書、空の領収書を渡したっていうことは、公助じゃないよって、あんたはね、正犯だって言うのね、共同正犯だって。だからね、浜田を訴えることによってね、そうだ、お前も詐欺になっちゃうよ、排尿力の排尿力ですね、ならないけどね。いやいや、まあ、それはだってこっちは金もらってるわけだよ、騙されてね、領収書を騙されてるんだからね、そんなことは分かってるけど、法律上ではそうだって言うのね。いや、それならないですよ、ね。ならないですよ。その弁護士もね、まあ、そういうこと言うけどね、うん、あなたが言うね、やっぱり将棋やるだけあなた読みが深い、うん、ね、そういう人が間違うはずもない。そう言って今まで聞いてるとね、うん、牛城先生もね、私は義兄弟だからざっとしてるけど、あなたそういう人じゃないですよ。うん、だからね、とにかく浜田とか牧野とか佐藤茂とか、ちゃんともう役所に聞いてるっていうことね、福島の桃井係長なんかもみんな言ってるしね、そういう形で、桃井課長、福祉局、健康福祉局の補佐だよ、課長補佐です、小林さんでしょ、今ね、あの桃井っていうのがいて、私のね、ここを掴んだんですよ、動物愛護センターで。その時にちょっと公安がいたんで調べろって言ったら、いろいろ出てきたんですよ。平成医療にね、電話したりとか履歴残ってるんですよ。だからそういう形でね、そして佐久山町係長がいるんですが、その下に、うん、そういうもうみんな聞いて、私仲良くしてるから、役所いるからね、そういって聞いてみる。そしたら結局はあなたは被害者なんですよ、うん、ね、それで今聞いたけどもね、田中には世話になったと、謝礼もしていないと、ただし金がないからできない、だけどそれ相応のことはね、選挙について名簿ないと協力してやったということね、だからあなたとしてはもう目いっぱいですよ。だけども牧野とかね、浜田とか佐藤茂、佐藤茂は浜田から300万もらったって言いましたよ、うん、だからあなたは関係ないんです。そして結局あなたの名をね、語って、
そしてあいつらは自分たちでそうして撮ってるんですよ。そして太田正孝はね、自分がこうやってブログ書いて、ゆすりたかり、そしてゆすって、そして私知らないからね、藤代さんとあなたとねがおかしくなると大変だと思って藤代ね、あんたと太田のうち行ってくださいと、私が話してるからと言って、そしたら太田はそれを今度は得意になってね、裏でもうブログは書かないとかね、外線車辞めさせたとかちって自分が懐に入れて、そしてあの御殿に住んでるんですよ。だからそういうのは許せないと、ここでねやっぱりけじめをつけなくちゃいけないしということで、彼もね一生懸命やって、そしたらやっぱり藤代先生とあなたの身柄は守らなくちゃいけないしね、そしたら二人は関係なくして、あるの悪いのはねやっぱりここでね、なんとか肩をつけなくちゃいけないっていうことだったんですが、まああなたがね、もうこれで辞めたとか降りたとかって言われたんじゃ、まあ、ちょっとおかしい、ね、まだ道路の最終的には9分あるんですよ、うん、道路を上地しなきゃいけないけど、しちゃいけない、井上さんの道路の上地、ケアキソのセットバック、あの工事全部ね、あれは本来は平成からやんなきゃいけないでしょ、うん、それは条件で許可したちましたよ、市は。もちろんそうですよ。そしたらそれをあなたが金出してねやるということはとんでもないことでね、そういうことがやればいいんです。もしそういうことしたらあなたを今度は私たちがしなくてかな、うん、それをあなたがすればね、しかしそれをしていきません。あの絶対あなたはねルールを守って、今までこうやってきたということをきれいなことをおっしゃったんだから、将棋の道もねきれいな道だよ。そして奥深く読んでいって、そして読みが違った人が負けるんだからね、そしたら読み違えちゃいけません。だから今言ったそれだけが残ってるというのは取り入れです。だからそれはあなたがしていけませんね。そしてそれを条件に許可すると市は言ったんです。そしてそれがまだにできていないね。そしたらそれを佐藤茂が佐久山係長にどうすれば2回目に許可がなるんだということを聞いたんです。そしたらその道路付けさえ OK ならば許可しますと、それを聞いた佐藤茂が牧野と浜田に行って許可になるよ、こうすればと言って作為した。そこまで全部調べてるんです。なるほどね。いやそれで僕はね、あの浜田と喧嘩したのはね、去年の今頃ですよね。7月の僕は道路を着工したのは15日だった、うん、今頃ですよ、ちょうどあのもっとあの俺にね、道路を作れって言われるんですよ。はいはい。で、許認可降りてないな、いや、許認可がね、降りるかどうかわからないのに、じゃあこれは誰の金で、誰の負担で作るんですかって言ったらさ、ね、それはお宅の、うん、要するに平成会のね、お金でやんなきゃいけないでしょって言ったから、平成会さん、あんたじゃあ金出しなさいと。それだと俺は気持ちよく、あの工事もすぐ着工してあげますよと。そういう話を、うん、したらね、いやそれはやらなきゃダメだってこういうね、ものすごい、その時俺はその時ね浜田と僕は大喧嘩したんですよ。それ以来浜田は俺の方の電話は絶対出ない、俺と音楽なんかしてね。しかしそのまま今なってるでしょ。なってますよ。それをだからあなたが今ね、いやもう道路はもう出来上がってますよ。いや常駐してないでしょ。いや常駐はね、これはあの今はできないんで、なぜできないかというと、道路っていうのは目的がないとね、目的がないと道路は常駐できないんですよ。ただあれは道路をセットバックは要するに道路を作るためのセットバックだけど、許認可はあくまでも平成会の、うん、その井上さんの防災ということで、防災工事の宅造工事で許認可を取ってるんです。だから道路の拡幅じゃない、だからあれはね道路ができてないんじゃなくて